ういっす。 AK ゲットしたぜ。さあ今回は AK47 と黒ヘビの打ち比べをしようかと思います。いきます。まあ、AK と似た感じで若干上にリコイルじゃないや、上に跳ねるんで下にちょっと強めにリコイルをかける感じです。これで大体5、6点バースト、2、3点で打つとこんな感じ。今のが2、3点。フルアウトでも、ね、意外とまっすぐ飛ぶんだよね。これフルアウト、まあ、若干ばらけるけど。これで AK ノーマルバージョンが若干ノーマルより集団する気がする。そんなことねえか、近いな。多分大体同時3発ぐらいで沈むと思うんで、こんなもんか。ちょっと浅いんだよな。なんか軽い、もうちょっと重い音だったらかっこいいね。光るんですよね、赤く。すごい変な感じする。まあ、動きながらだとあんまりまっすぐとかね、まっすぐっていうか打ちづらい。まあそれは普通の AK も一緒なんだけど、移動すると若干バレてる。止まるとすごく集団する。こんな感じです。